ルマありがとうございます。なんかね、化粧下地がなくなったと思ったらなんか最後の一絞りでなんかめっちゃ出るからまだなくなってないね。ミラボありがとう。結婚は普通に無理です。しかもなんかリップ買ったけどなんかそんなになんかそんなにいい色してなくて残念だった。でももったいないから使います。ハートありがとう。黒似合うよな。わかる。なんかね、前髪が長くてさ邪魔なんですよね。まあ、ちょっと巻いたらいいかなって感じ。もう明日も朝起きたくないです。朝起きたら嫌な気持ちになるから。ハートありがとう。結婚は無理です。ハートありがとう。ハートありがとう。てか今日ネイル行こうと思ってたのにさ、なんかやりたいデザインがなくて行けなかった。え、かわいいね、公演不足、毎日共通公演やりたい。なんかでも僕らをつなぐものやったら泣いちゃうかも。余裕で大号泣しちゃうかも。僕らをつなぐものダメじゃない、あれはもう泣くくない、確定で。サイリウムありがとうございます。ケーキありがとう。僕らをつなぐもの絶対泣いちゃう。やばいやろあの曲。なんかもう普通に今日めっちゃきしょいんですけど、なんか昇格する前にそのなんか K2 に入りたすぎて僕らをつなぐものでめっちゃ何回も毎回泣きそうになったっていうのはあります。でもちょっとさすがにアンダーで出てきといって、なんか僕らをつなぐもとで泣いてたらこうどういうことこいつってなるから我慢してたんですけど、まあでもアーカイブでは余裕で泣いてました。あんなん絶対泣いちゃう。普通にいい曲すぎるでしょ本当にちょっとさすがにおもろくないアンダーで出てんのにさなんでってなるくない？アーカイブ見てしょっちゅう泣いてた。わかる？うんうん。ね、泣いちゃうよな。でも最後の日とかやばいと、もうそれを想像するだけでも泣けてくるし。でも最後の日なんて想像もしたくない、考えたくもない。はあ！昇格後1回目の声で泣いてたのせる。だからそんだけ嬉しかったんだよね。覚えてるわ今日かも。泣いてたやろって言われた。だって嬉しいんだもんって、だって幸せなんだもんって言ったの覚えてるな。レインボースターありがとう。想像するだけで泣けるくない。結婚は無理です。絶対にまだ無理だな。てかさ、ネイルどうしよう。なんかもうごってごてにしたくなってきた。今日でもね、化粧品買いに行ったらなんか店員さんがネイル可愛いですねって言ってくれてちょっと嬉しくなった。
あ、ありがとうございますってなった。ネイルが生きがいかも。赤ピンクがいいね。どうしてもなんか今日が変なとここだわり強くて、なんか結構一個めっちゃ面白いのがあって、この間あのさ、今日がさサイドポニーしたくない理由言ったやんか。でもほんまにちょっと誤解してほしくないのは、自分はサイドポニーしたくないけど、人のサイドポニーは別になんとも思わない、別に嫌とか思わへんから、ちょっとそれだけは誤解しないでください。別に人が、他人があの左右非対称だったとしても、別にそこまでは逆にあの気にならないです。自分は左右対称でありたいだけであって、別に他人の左右非対称にはさすがに首を突っ込まないので、それだけはご了承って感じなんですけど。でなんかちょうど、違うなんかさ、ツアーじゃない、ライブの時にあのベッドみたいなあって、トレーナーさんのところにね。で今日が行った時になんかベッドが斜めってたんですよ。一個今日が行こうと思ったところがなんか斜めっててん、ベッドがね。めっちゃで今日がそういうのがめっちゃ嫌で無意識にまっすぐに直しちゃったんですよ、無意識にね。でも別にあ斜めってるな直そうとか思ったわけでもなく、なんか普通に反射的に斜めってたからまっすぐに戻したんですよ。でそしたらトレーナーさんになんかえなんで直すんってこれなんで直すのみたいな言われて、なんか斜めってたからって言ったら普通になんかそこの場所のスペースがめちゃくちゃ狭くて、だから斜めにしないとなんか収まりきらへんらしくてね、あそう通る場所がなくなるみたいな、だから斜めにしてたらしいんですけど、まあ教科は知らんかったから普通になんでベッド斜めってんのと思って、普通にまっすぐじゃないと嫌だろうと思って直しちゃったんですけど、まあ、それは結構こだわりがあったらしい。そうあえてやってるって知らんくて、普通に斜めっちゃったもんやと思って直したんですけど、教科も良かれと思ってやっちゃったんですけど、あえて斜めにしてたらしい。焦ったさすがに、えって思って、えてか普通にこれ無意識にやってる自分やばないって思ってちょっと怖くなりました。やばいよな、ちょっとほんまに怖かった。自分がそんなさ、だって自分のものじゃないやんか、なのになんか直しちゃうのやばい、別に怖っと思った。でも映画だとは思えへん部屋してるけどな、わからんだから正直。てか普通に人間の性格さ4択でさまとめれんくないと思って、だからまあ血液型にとらわれるのはやめましょう。 MBTI もそうやけど、やばいよな普通に、びっくりした。でその後になんかそのサイドポニーできひん理由とかも話した気づいちゃったんですよねって言ってでも左右非対称だなって思う、普通にポニーってサイドポニー見たらてか別にサイドポニーに対してそういう感情抱くやつおらんよな、怖普通に。はあ怖いな。えでもねなんかサイドポニー今までやってなかったのに、別にずっとその思ってたわけじゃないんですよ。サイドポニーは左右非対称だからやりたくないなってずっと思ってたわけではなくて、ほんまにこの間気づいたんですよ、一昨日ぐらい、一昨日のちょい前ぐらいに気づいた。だから自分今までサイドポニーやったことなかったんだってそこで初めて気づきました。面白い女。あでもアスリートの選手もなんかそういうのあるんでしょ、右で素振りとかなんか やったらこっちでも合わせたくなるみたいな、なんか今日がそれに近いものを感じます。
なんか誰かに教えられてもらった、なんかだから評価がその話したら誰かが教えてくれた同期か、まあ、同期以外か。でもちょっとさすがに無意識にベッド直してる自分にはびっくりした。でもなんかそういうよくわからんところは気になるのに、絶対にそれは気になるやろみたいなところが気にならんかったりするから、まあ結構謎です。バレた？あさって、しあさって楽しみだね。元気になってたらいいな。マジ一生元気じゃない可能性ある。ファイトありがとう。え、前髪邪魔すぎるかも。とろろ食べたいよな。左右合わせたくなるって言ってたメンバーの声、え、気になる。23日待ってるね。結婚はちょっとあのできない。バットなので。てか今日はなんか SNS インスタも上げたいなと思ってたのにできなかったし、ネイルも行けなかったし、なんか明日早起きしないといけなくなったし、もうバットバットバットって感じです。今日は下地とリップ買いました。なんかでもリップも別になんか色そんなに好みじゃなくて、もうバット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 って感じです。終わり。でもまあ下地屋さん、下地買いに行って、その店員さんがすごく優しくて、なんかネイルまで褒めてくれたんで、まあラッキー。しかも今日めっちゃバッドなことありました。内緒なんですけど、最悪なことありました。ちなみに言っとくと、幕張飛行機乗ってっから元気出した。あ、早起きだ、やばい。あー、俺も早起きするまん、一緒に早起き頑張ってこう。あとありがとう。あとね、洗濯もしないといけないのに洗濯もできなくて、普通に今日一日何やってたんやろうっていう感じなんですけど、まあ歌は上手くなったかもしれない。歌は上手くなったかもしれない、それだけですね今日の収穫は。結婚はちょっと本当にバット中のバットなので無理です。結構ここ最近で一番バットです今日。幕張申し込まなくて後悔、やっぱね後悔するので、後からやっぱね何してもね後から後悔することはたくさんあると思うので、まあ今を頑張っていきましょうね。毎日後悔しないように、今日もいろいろなことを考えるんですけど、やっぱり後悔しないように今を楽しむしかないかっていう結論になります。苦しいですけど、きょうちゃんのバッドなことをワイに全部くれってか、絶対に後悔する。向かい愛知行きます、待ってるね。愛知もたくさん待ってるので、みんなが来てくれないと今日が本当にもうやばいです。ひからびひからび。早口になる、早口です。落ちるとこまでした感じ、まだ行けます。どうしたらいいんだろう。きゅうちゃんが幸せになればそれでいい。優しい。10代のきゅうちゃんを背中ったこと、まあ10代のきゅうちゃんより20代のきゅうちゃんの方が長いので楽しんでいきましょう。あとありがとう。きゅうちゃん深みがある。そうですね。成人式のこと？待って、いつ？普通に。もう何も知らへんねんけど、もう何？どうしよう。ミヤビームきゅうちゃんとお話ししたいらしい。え？なんで？嬉しいな。本当ですか？
3ヶ月しかない、やば、無理、今考えたくない、余裕で。てか普通に成人式やばいかも、今日か。待って、今日か成人式どんな顔でやってるやろ、普通に怖すぎんねんけど。結構場合によってはマジで半端ない可能性あります。マジで終わったー、終わったー、終わった、終わり、終わりです。終わりや。てか毎日今日がこんなテンションで行きたくないねんけど、なんかメールのテンションもさずっと低いしさ、なんかショルムもずっとさ、なんかへにょへにょしてるしさ、みんなだってつまらないよな、もったいない、本当にあげあげさせてくれん、ありがたい。もう友達とマリカーとかしたい、今日がもう小学生みたいなこと言ってる。毎日こんなテンションでいたらさ、もうさなんだこいつってなるような、普通にやばい。今日マリカしてる、いいな、今日が結構マイブームなんですよね、友達とマリカするの。友達に会いたい、騒ぎて帝国民総出でアゲアゲにしようと頑張ってる。じゃあほんまに頼みます、頼みます。かわいい、嘘でしょ、なんか人といたら大丈夫なんですけど、なんか一人になった瞬間にほんまに病む。プンスかしそうそれな、やっぱ現実逃避する方がいいかも。なんかツムツムとかしようかな、ツムツム最近やってないな。24時間配信し続けるこのテンションやで、ずっとはあってマジバットバットってずっと言ってるから、嫌だろそれは。でも、まあ、正直自分のその画面見ててなんか可愛いからテンションは上がるところはありますね。悲しんでるとこ何があかんの、キヨキヨちゃんの G 前の深さに感動する、優しい。うちゃんアゲアゲにしにまかりくん本当に頼みます。あげあげさせてくれた、優しい。やっぱね喋ってる方がいいんですよね。結婚してちょっと無理ですでもまあなんか人と会って喋ったとしてもなんか違う意見言われたら結構イライラするから結構難しい。ゆきさんとの似じゃないよ動画見ると元気になれる、なんか元気になれるけどなんか悪いことを考えちゃって悲しくなる、それに涙出る、やばいよな。今の幸せなことだけを考えてたらいいのにさ、なんかそう余計に切なくなるです。ギアル投げて、ギアルギアギアル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 、アーカイブ見ても切なくなる、いやほんまになんか胸が痛くなる。ああこの時は楽しかったなって。ブーブーブー、毎日ブーブー言ってるな、今日がブイブイ言わしてるわ。でも似じゃないよ動画見たんですよね、今日かな昨日かな忘れたけど、今日かな昨日かな分からんけど見た。悲しくなった、全部そっち行くモード入っちゃってる。そうです、ゾーン入ってます、ゾーンにこう
入ってますね、抜け出せれません。怖くて最後まで見れない。見てみて、京香が振られてておもろいから。京ちゃんが振られてます。2階まで来てくれた時内心ぶち上がってました。嬉しい、みんなと楽しいことだけしてたいな。亀子さんの写真いいのたくさんありました、いっぱい保存してます、ありがとう。本当にケーキありがとうございます、あとありがとうございます。てかなんかマスカラ欲しいのに売ってないし、なんかもうそれも腹立つよな。もうお風呂も入りたくないし、もうマジで嫌、お風呂入りたくない、お風呂入りたくないし、明日も朝早いのちょっと無理よね。なんかしかもリップ微妙やったしさ、なんで嫌なことってこんなにも全部一気に来るの？一個ずつでよくない？余計切ない曲が染みるからこれでよかったんだ。ポジティブ。怖いなこの先、本当に怖い、怖いよ、やだよ、怖いよ、無理だよ。きょうちゃんの配信見れて今日嬉しい、よかった。本当にそれは、まあ、みんな喜んでくれるならよかったですよね。今日かは、まあ、今日楽しかったことはとろろ食べたことです。なんかね、とろろがマジで大好きなんですよね。なんかとろろ大好きすぎてやばい。今日かとろろご飯本気で飲み物やと思ってる。だけどマジでとろとろなのは嫌で、ちゃんとシャキシャキしてほしい。お盆でご飯のとろろが世界で一番美味しいです、とろろ界の中で。たまにとろろって言っといて、なんか醤油のところあったりするんですよね。お出汁がいいんですよ。なんか前醤油でどっか、ちょっと醤油じゃないなってなりました。まあそれでも美味しかったんですけど、とろろ食べたい。もうとろろマジでなんか飲み物すぎて一生食べれる。あー、実家に帰ってとろろご飯も食べたいな。とろろ食べたい。とろろ界隈の人です。そういうことです。お盆でご飯のとろろが一番美味しいです。ユニバ行きたい、もう。あなんかでもシャキシャキのとろろがいい。なんかとろとろすぎるやつはちょっと違うっていうのは分かってほしい。今日は寝ます、おやすみ。明日はいい日になること願ってて。自然薯美味しいの？食べたことない。ケーキありがとう、頑張っていこう。ナイスポジティブ。とろろともずくすはソフドリです。そういうことです。1年後のきょうちゃんが今のきょうちゃんをどう思うかが興味深いかもです。まあそれはある。まあ確かに1年前のきょうかも結構絶望の中にいたからな。1年前マジでエグかった。なんかマジどん底って感じ。どん底界隈ウェーイやってた。で今もどん底界隈ウェーイってやってます。まあ、だから、まあ、1年後もワンチャンどん底界隈やばいやん。それやったらな、それやったらえぐいな。なんかさ、やばない？だってさ、去年は1年前はまあなんか
今言うて1年半経ったか、でも1年半か、入って1年半でアンダーも出ててみたいな、でまあ昇格なできなくてみたいな、ウェーンってなってて、でからのからの制服の目大変で、でその時期が一番アンダーもたくさんあって大変で、もうどういったことかと思ったら、ケツに昇格できて幸せだと思ったらこうです。マジで1年後どうなってるやろ、こうはやばい、どん底界隈ちょっと気に入った、どん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 きドンキホーテボリューム満点激安ジャングル、ジャングルだ、ドン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 キドンキホーテ、何でも揃って便利なお店ドンキホーテ。今日がドンキの T シャツ着てさ、これ頭につけてるやつ大好きなんですけど、あの自分どんどんどんドンキドンキホーテボリューム満点激安ジャングル、ジャングルだ、どんどんどんドンキドンキホーテ。でもあれも好き、うは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 、さっきドンキ行った。おでも僕今日ドンキ2回行ったかんね、負けないかんね、絶対負けないかんね。あれ今日かドンペンの T シャツもう1個持ってんぞ、あれ1個着てないな、この時期でも毎日風呂3回入る人なので風呂キャンの気持ちわからないです。今風呂キャンの話してません。ちょっと今結構何言われてもバトっちゃう可能性ありますよ。ハートありがとう。かわいい。いや京香がどれだけドンキガチ勢というか、まあ京香がどれだけドンキガチ勢かっていう話になると、まあ結構恐ろしい話になってくるんで気をつけてください。それはどういうことかというと、もう正直関西のドンキはもうほぼ行ってんちゃうかくらい行ってますしね、名古屋のドンキも結構行きましたわな。本気でドンキホーテ好きなんですよ。なんでかっていうと、何でも揃って便利なお店だからです。なんかそれぞれ全然違くて楽しい、なんか本気で大好き。なんかこんなに素晴らしいお店があるなんてみたいな感じです。あと特にメガドンキが好きです。半端ない、半端ねるら。メガドンキ大好き。メガドンキの上とかに住みたいもんな。でもなんかおすすめの店舗は絶対に教えないです。なんか1階2階3階って、まあ、メガドンキは結構広いから分かれてるんですけど、なんかそれ結構めんどくさくて、なんか階段も結構きついからめんどくさくて、だからなんか割とだだっ広い1階建てでだだっ広いメガドンキが結構ドタイプです。
今日も一日が終わるらしい。なんか今日も一日終わっちゃいましたね。まあ明日も今日がこんな感じだと思うんですけど、まあ一日頑張って生きていきましょう。まあ生きてたらいいことも多分あると思うんで、一日楽しんでみましょう。楽しんでみるか。嫌だな、マジ嫌。朝起きたくない、早起きしたくない。ブーブーブー。お風呂入りたくないし、朝起きたくないし、寝るのもめんどくさいし、小さな楽しみないです。おやすみなさい。さすがに、さすがにわがまま女王か。まあいいわ、今は別に何言っても許してくれるでしょ。逆に今何言っても許してくれへん方がえぐいから。お疲れ様。今日も頑張った君はとっても偉いよ。今日も一日頑張った君はとっても偉いよ。明日も頑張ろうとしてる君はとっても偉いよ。それなりに頑張ろうね一日。おやすみ。マジで洗濯したくないねんけど、無理すぎる。13位ピラトモ、12位ハル、11位ウジ、10位猫鍋、9位ヨウジロ、8位カズボン、7位リニア、6位ワカ、5位おむすびさつき、4位ミッキー、3位ケータ、2位ウエモン、1位アキラでした。ありがとうございましたみんな。バイバイ、バイドン、バイドン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